背景奥、こうして文を送るのももう幾度目となりますでしょうか。千年の都、今日は祭りの真っ最中です。見目麗しき空の花が手前の心を癒してくれます。それなのにこうも胸が痛むのは、きっとここがつい先日我が君と共に訪れた土地だからなのでしょう。はあ、綺麗だな。雫がにじむくらいに綺麗だな。奥への手紙琴編。秋の花火が目に染みます。花火よ花火、手前の心を沈めておくれ。早く場所を取らねば剣心様が悲しまれる。なのにあいつは、ケイジはどこに行ったんだ。一人神時よ。もう意地張るのやめようかな。剣心様のお席を取りまとう。一元派も同じ派も仲ようなわが君、あの時見たかっただろう。引くよし、ボタンよし、天下はいよー、まっさらよー、もうそうよー。ふぅ、
また悪いこと考えてしまった。わしのバカバカ。ソーリン様、この辺りで歌ってたんだっけ。目を閉じればあの日の思い出。いい人の顔を思い出してみなよ。どうだい、帰りたくなったか。一丁引いてくかい。ほら大吉だ。よっしゃ。ああ肩凝った。大化国烈地の三夜。役者の雷降り注がん。放牧玉投げ敵にやないで。なにこのくらい、奥のしごきに比べたら。ここか、これか、これだ。記録よりも記憶に残す主人公、魔王へ枯れつぐ無敵だ。空の花火を股に無敵。つまりあの花火を俺、俺は花火で無敵。無敵派アンサー花火し向いてるで。いつの時代も俺は無敵。俺が無敵になったいきさつを忘れられない限り。なおエメ、体を張って余興を見せるなんて。だが私にだってあの花火がある。ありがたく。ここは剣心様のお座敷だ。あの方の微笑みだけが私の生きる意味。刑事め、見つけたら苦内千本飲ませてやる。あの方は確か芸者の方じゃなくて、我が君がご迷惑をおかけした方。よろしければ手前も共に探しましょう。本当か、お前どこかで会ったように。夜花がもたらす一期一会、そうお思いください。主の比例はわしが進む。
きっとそれでいいんだ。探している男はとにかく派手好きなやつで、あれが気に入りました。買い占めなさい。ああ、お金がかかって大変なんだよね。面白いものが見えたら迷わず寄り道するやつで。化け物小屋？宗茂、立ち寄っていきますよ。喜んでたくせにお化け見たら怖がっちゃって。こんな日には着流しでぶらついてるはずだ。こんなもの深くありません。暑いのです。本当に片時もじっとしてない人なんだから。見かけましたら必ずやお伝えしましょう。そうか、すまない、恩に切る。総林様が幼き頃にも一緒に来たっけ。よし宗茂、お前も花火になるのです。と大筒に詰められたりもしたっけな。まるで見えません。肩車しなさい。我が君、それでは首車。うおああ、何もかも皆懐かしい。雪景色は多かれど、雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。さあ、鮮やかな恋よ。この前田圭司という木にウグイスを呼べ。お、立花さん、また今日に来てたんだ。今回は日桜見物ってことでいいのかい。おお、前田殿、お会いできてよかった。浮かない顔だね。悩み事かい。実は手前、放逐された身の上でして。うんうん、なるほどね。そしてカクカクしかじか。立花さん、あんた自身はどうしたんだい。戻りたい時に戻ればいい。喧嘩もすればいい。家族ってそういうものだよ。家族？手前と総理様が温かい国としたいのです。親子のような。宗茂、ね、お前は一体何を言っているのです。全ては兄弟、ザビー様の子ではないですか。ぬくもりに寄り添って生きればいいのさ。トシと松姉ちゃん、橘さんと誰かのよ。そっか、わしの望みって簡単だったんだ。大丈夫、夜空の花はきっと俺たちの味方だよ。ありがとう。二つ目の恩をいただきましたね。いいって、そんなのただのおせっかいだからさ。手前の主は総林様ただ一人なのだ。わしにはまだ帰れる場所があるんだ。こんなに嬉しいことはない。
ですか、宗茂。ほう、喜びのあまり幻聴が。宗茂、この声、懐かしきこの音は。ほう、ほう、宗茂。総理様、総林様。宗茂、宗茂、総林様。まだまだ許しません。僕の怒りは108式までありますよ。いいな、いいな、日常っていいな。よし、明日からも頑張ろう。